今日はですね、私ブランコ氏ということでちょっとね、阿波踊りの自慢をさせてくださいまして、お肉っていうのは本当に名古屋コーチンとか有名どころは比内鶏とかあると思うんですけどね、でもね、これ日本一たくさん流通されている徳島県が一番多いんですよ。阿波踊り200万羽を超えています。その理由が見てください、旨味がものすごく高いということなんですね。私も正直ね、知らなかったんですよね。小さい時は東京に行って初めて分かるようになりました。ちょっと身の方が気持ち程よい赤みをしています。ちょっと赤いんですよね。カメラさんはそちらを、あ、そちらに行ってますね、大丈夫よ、はい。でこういうふうにちょっと気持ち赤いのが特徴になりますね。旨味成分が強いので、そしてやっぱり身が締まっていましてね、程よい歯ごたえがあります。お値段的には名古屋コーチンはちょっと高いんですけど、普通のブロイラーよりも少しお高いだけで、もう鶏肉で旨味と甘みが強いので、塩焼きにしていただくと一番美味しいかと思いますね。さあ今から、じゃあもうつけました、まだ、あ、つけましたね、よかったわ。じゃあこれは今から裏で練習した通りをやってもらいますので、多分今度は失敗がないと思います。いいですか。まず鶏肉に、やっぱりちょっと分厚いところと薄いところがありますので、ちょっと切り込みを入れながら、もも肉はちょっと筋がここの下のところにありますからね、ちょっと刃元でどんどんと切っておきましょうか。そうすると焼いた時に柔らかくなると思いますね。あ、ここまでは大丈夫です。そのようにしていきましょう。そして今度は切れました。でちょっと硬いと、そう、大きいところはちょっと切り込みをちょっと切って、はい、均一にちょっと広くしておきましょうか。はい、これは84日ぐらいで阿波踊りが外に出していくんですよね。だからちょっと身が大きくって、とてもうまみが強くなっていますね。そしたら例えば皆様、旦那様でも結構ですけど、スーパーに行ったら 300g と書いてあったら、今から塩加減は必ず 1% と覚えておいてください。 3g、 他のお肉でも結構ですから、ちょっとステーキにしようかなと思ったら1% のお塩をしていただきますと味がピタリと決まるはずでございます。それちょっと覚えておいてくださいね。じゃあその両面やってもらっていいかな、よろしいですか。あとは焼いていくだけでございます。私は今ブランコ寿司としてどんなことをやってるかというと、あ、これ今、まあ、本当ですね、はい、これずっと皆さん買っていただかなくても結構です。ただ見といてくださいませね。今年もまたイトヨカ堂でおせちを展開させていただいておりまして、もう少しでも日本の皆様方にこの阿波踊りの良さを分かっていただきたいということで、ここでまた阿波踊り三昧を、はい、今度テーマにしまして、またテレビで放映されることになっておりますので、それぐらいやっぱりお肉が美味しいんですよね。いつも予定通りしっかりと皆さん好評いただいております。もう6年続いて阿波踊り入りのおせちを出させてもらっています。さあそこに火を温めたフライパン、中火で結構でございますので、少し油を入れていきましょうか。この阿波踊りの良さはあんまり悪い油が入っていませんので、鍋をやっても吐きが出にくいんですよね。だからとっても扱いがあってもよろしいかと思いますので、機会があったらぜひおやりになってみてくださいね。うん、上に上げるとね、腹が立つからこのままで結構ですよ。ピーコラピーコラうるさいからいいですね。はい、じゃあこれで結構ですので、はい、入れましょうか。必ず皮目から焼いていってください。で、ここで上手な焼き方っていうのは、あんまり途中で返したりしないこと、だいたい8割ぐらいここで中火でこんがりと焼いてください。あとの 20% が身の方で焼くということが、一番皮がカリ、そして中がジューシーに焼くことができます。よろしいですか。皮目の方が8割、身の方が2割ということになりますね。さあ焼いてる間に
私も徳島県出身で、ずっと18歳まで徳島におりました。徳島にいますと案外東大元暮らしで、どんな食材が日本の中で有名になっているのかわからないことがいっぱいありました。東京に行って、ああ徳島県ってすごいなって分かった食材たちが、もう日本を誇る食材たちがあることに気がつきました。徳島の特徴っていうのは、本当にこういう鳴門の渦潮、それからあと吉野川ね、そういったところから本当にいい食材ができてきてるということになりますね。まあこれはもう皆さんね、すごく有名です。鳴門のわかめ、それからあと鴨ですね。これはもう皆さん東京でも全国だと思います。それから次に鳴門金時も、今日今年はちょっと分が悪いかもしれません。今安納芋にやられてるような気がしますよね。どうぞ口を出したら鳴門金時と、ちょっと皆様合言葉で出して脱却をしていただきたいと思います。それからレンコンですよね。レンコンは東京に来ますとなかなか来ておりません。千葉のレンコンがどんどん来てるんですね。あとは金沢のレンコンというところにもちょっと負けてるような気がいたします。ですからレンコンも有名だということです。それからもう皆さんがよくご存知の金賞椎茸、椎茸は1位になってますね。原木とそれから金賞椎茸の違い、よく私たちは東京の方たちはね、椎茸をこう手に取るとできるだけ重いのをお買い求めになるの、これが新鮮じゃないかと。でもこれ実は違うんですよね。水分が多ければ重くなりますということは、次の日次の日ぐらいから黒くなっていくんですね。ですからできるだけこの金賞椎茸をお買い求めになると、2週間ぐらいはもうしっかりと長持ちできるというところが金賞椎茸の違うところだと私思いますね。そしてカリフラワー、あと今日隣にありますすだちですね。これもね、はい、また悔しい、みんなカボスとか言い上がりますね。もう全然味が違いますもの。お値段もね、カボスよりはこちらの方がランク的にはお高いですね。それぐらい味が爽やかでお品がいい、これがもう絶対九州には負けない、私はすだちだと自負をしております。それでは次に、はい、人参ですね。人参はもう東京の普通のスーパーにも出されるようになりましたね。とっても糖度が高いというところで有名になってきております。それから次に半田そうめん、もうこれも私知りませんでしたけれども、やっぱり東京でもまだまだちょっとマイナーな食材ではございますけど、本当に美味しいですよね。私も番組で特集でこちらの半田そうめんの特集をやらさせてもらいました。見た人、買った人はかなりやっぱ不安になってくれるんです。だからどうぞ県外に、おそうめんも美味しいんですけど、半田そうめんはこの太さが許されている 1.4 ミリでもそうめんと言っていいですよって特別に任されているのがこの半田そうめんなんですね。やっぱり 1.4 以下じゃないとそうめんって言ってはいけませんって言われているんですけど、そうなんです。それぐらいこれ美味しい食材だと私は思いますね。そして阿波踊りになります。もう本当に200万羽を超えまして、もう知事が300万羽にしなさいっていうふうに私たちも言われておりますので、あっちこっちあっちこっちと阿波踊り、阿波踊りというふうな言葉で、合言葉で頑張らさせていただいております。徳島が誇るこの阿波踊りは、みんな地鶏ということで焼き鳥屋さんに行くとほとんどが阿波踊りだと、それぐらいすごいシェアを持っているということが事実なんですね。もう本当に誇りだと私も思います。そして今回これ私がちょっとね試作中の撮影なんですけれども、これとほとん
んど変わらずさせてもらっています。ただ一つだけこの2500円でどうしても2000円以内にしたかったので、高いわよね、誰も買ってくれない。ローストビーフがそこに見えてますけど、ちょっとローストビーフがいなくなっちゃいました。ごめんなさいね。ゆずのブリ照り焼きに変身しましたね。そしてこのように見てくださいませ。本当に県外の方たちにどうぞ勇気を持ってひっくり返して、川中さんお願いしますね。おどおどなさらないでよ。はい、いかん思いはね、まあいい感じ。こんがりとすごいカリカリとしてますね。このようにしてあと2割をやっていきたいと思いますね。じゃあ火加減を微弱にしていきましょうか。はい、はい、いいですね。これであとは焼いていきましょう。見てください、徳島県、あ、これ今こっちですね。こんな感じでほとんど、あそこだけがすみません、ローストビーフだけが違っております。もう私の田舎はもう金時豆を使ったちらし寿司、それからあとね、出世芋、私は海陽町 の、 あの出身でございましてね、あのお芋さんにあんこをまぶしたもの、それからあともう竹ちくわ、愛の粉も使ってほしいということですので、これはちょっといってそして出しております。だからあとは金賞しいたけ、人参もほとんどこのようにして入れさせていただいております。今日はそんなような材料を使いまして一箱にまとめてみました。数量限定で出していただくそうですので、またご興味がありましたらよろしくお願いしたいと思います。今日は時間の関係上お二人に舞台に上がってきていただきまして、ちょっとこの試食をしていただきたいなとか思います。今日は仕上がりに今日はちょっとだけいわゆる粉山椒を振ってちょっと食感を香りを変えさせていただきました。どうぞ皆様方はよくうなぎをお買い求めになった時に粉山椒を多分お買い求めになってらっしゃると思います。なかなか減らないのよね。もし減らなければ冷凍庫に保存しておいてくださいね。そうすると香りも色も飛びませんこと。そして最後の仕上げの時にパッパと振ったり和えたりしていただきますと香りがぐーっと立ってくると思います。今日はこれの仕上がりに皮目の方にちょっと油がありますから、ポンポンと振ってもらいますとくっつきやすくなっている、そういう風な阿波踊りの粉山椒焼きをさせていただきました。さあ今日はもうちょっと早くやってしまいましたけれども、いいでしょうか。あ、もうですね、あ、ちょっとうまくいきませんでしたけど、あ、カメラ、ちょっとやってみてくださいね。はい、このようにして、じゃあすみません、試食の方どうぞこちらにいらしてみてくださいませ。どうぞどうぞ。これは話し合ってるわけではありませんので、正直なところどうぞお座りくださいませね。はい、今日は、はい、ちゃんと作っていただきましたものを、焼いたものを召し上がっていただきますよ。はい、ただカリフラワーがね、ちょっとアクシデントがあってちょっと漬け込んでないような気がいたし、煮物になりましたので、ちょっと柚子風味、すだち風味のカリフラワーのお酢ね、ちょっと風味の煮物っていう風にして変えましょうか。はい、いいですね。まあね、鶏肉はなかなかね、いろんなお肉も合うと思うんですけど、今日はオンリーの阿波踊りでちょっと直球的に少し勝負をしていきたいなと思いましてね、もう出来上げた皮がカリッと中身がジューシーになってればいいと思います。お弁当形式ですので、今これをすぐ取って切りますと肉汁がジューッと出ていきますので、ちょっと5時ぐらいから焼いて冷ましたものをこれ切って用意しておりますね。はい、どうぞどうぞ。はい、食べる気満々の最後のお二人ですね。どうぞどうぞ。はい、どうぞ。はい、これどうぞどうぞ。これエアで抜かれたお二人ですか。見た目、見た目どうですか。見た目どうですか。いや、もう見た目もう、よだれがちょっともう、はい、じゃあすだちを絞って、まずは一切れは絞らないで、絞らない、これだけ食べて、それであともう一つ、はい、やっぱりすだちの役
ふわりはちょっと脂っぽいもののお料理の時にちょっとこうお酢を酸を足してあげると美味しいゾーンに戻りますからね。どうぞどうぞ。はい、はい、ではまずスタジオをかけずに一口いかがですか。どうでしょうか。本当にすごくコクがあって歯応えがあって旨味がじわっと広がります。そうですね、やっぱり旨味というところがこの青踊りの最大の魅力なんですね。はい、いかがですか。弾力がすごくて、はい、本当にもうちょっとご飯が欲しくなりますね。はい、本当ですか。これだけでも何回でもいきますよ。そうですよね。よく旨味っていうのは1種類だけだとあの相乗効果にならないんですけど、阿波踊りはもう2種類3種類の旨味が入っているので、もう塩だけでとっても美味しいわけ。通常はニンニクを入れたりとか玉ねぎを入れたりとかして相乗効果を持っていくんですけど、これ単体で勝負ができるっていうのはすごく強い力がある旨味があるということですね。じゃああとは絞っていただくか、あとはカリフラワーの2枚もちょっと召し上がってみていただけますか。はい、はい、じゃあ2人は今スタジオをかけてます。そうですね、はい、スタジオに行くの、はい、はい、感じですね。はい、今泡踊りですね、はい、本当に徳島らしくていいですね。そうですね、もう外部東京でもスーパーでも売られるようになりましたね。一般的にまだもう少しかかるんですけれども、あのちょっと高級スーパーにしか置いてないのが私的にはちょっと残念ですね。スダチで広まったらしい。はい、いかがですか。スダチの香りがスッと抜けて相性抜群ですね。ねえ、やっぱりね、土地のものをいただくっていうのは組み合わせってそういうことですよね。